チャクリーマハープラーサート宮殿チャクリーマハープラーサート宮殿王宮フワランポーン駅スワンナプーム空港王宮の一体のバンコクプラナコーン区にある王宮は大国王の公的な居住地であり国内すべての宮殿の中で最も重要であるとされる宮殿ただし実際にはラーマ旧世以降国王は居住しておらず日常的な公務もここで行われていないが体幹式 上級王族の葬儀、国王誕生日駅見の儀等重要式典の際は、ここで取り行われる。大まかに外朝と内朝に分かれているが、一般公開されているのは、外朝の一部のみで、内朝が全く公開されていない。また、現在わずかな一部の区域が、ウボンラット王女の住居としても確保されている。この宮殿の名称には特定の固有名詞等が含まれていない。 タイ語ではこの宮殿は、プラボーロン・マハーラ・ッチャワンと呼ばれるが、これは大宮殿という意味の語を絶対敬語にしたもので、あり、一般名詞である。したがって日本語では、王宮のような言葉でしか表せない。王宮の建設は1782年5月6日に着工した。当時は、木造の伝統的様式、いわゆるタイハウスと呼ばれる方法で建てられていた。 翌年から徐々に要塞化して、コンクリートの建造物を建設し、国王を減るごとに増築され続け現在見られるような形になった。王宮は大雑把に来たから、寺院や、かつて交換庁が存在した外側部分、国王のオフィスである、中間部分、国王の家族が居住する、内側部分となっており、宮殿の北側を前と表現するなど北向きを意識して建てられた宮殿である。 なお、王宮の範囲は明確ではなく、伝統的に王室専用の仏教寺院と同時に建設することが一般的であった時代に建築されたため、ワットプラ系を含んでいることが多いが、ここでは寺院については触れず、寺院に関しては該当ページを参照するものとする。プラマハーモンティエンとは、モンティエンつまり王宮の中枢にあたる部分を敬語化した言葉である。現存する。 建造物の中でも古い部類に入る建物で1785年にラーマ一世に建てられ、その後ラーマ四世までがここを住居とした。内部が一般に公開されているのはアマリンタラウィニチャイマハイスラヤッピマーン宮殿のみである。この宮殿群を構成する建造物には以下の建築物があるが、ほとんど非公開で外からも見ることができない。着リー宮殿。 チャックリー・マハー・プラーサーと宮殿を一番手前の北側に置いて南に展開する宮殿群である。これらの宮殿は即位後、建造を計画したラーマ5世の幼少期を過ごしていた場所であり、即位の後、モンティエンに移るよりもこちらを増築することを選んだ。建築は即位直後の1868年から始まり、チャックリー宮殿以外は1873年に完成した。 ラーマ5世は、153人の妻や子供のため、王宮が手狭になったため、ウィマーンメク宮殿を建設し1900年そこに移り住んだ。なおほとんどの宮殿は非公開である。ドゥシット・マハ・プラーサート宮殿を筆頭に、ピマン・ラッタヤー宮殿、アーポン・ピローク宮殿、ラーチャク・ランヤ・サパー宮殿が存在する。国王や王妃、皇位の王族が死んだ際に、 遺体安置所として利用される。ドゥシット宮殿はもともと、アユタヤ王朝のサンペット宮殿を元にして1785年に着工した宮殿であるが1789年に消失したため、再建されその後も国王を経るたびに変更を加えられたため、原型をとどめていない。この原型を考古学的な考察に基づいて復元したものが、ムアン・ボーラー案にある。 通称タ体サワン宮殿。城壁の東側、サナームチャイ通りに面した建造物で宮殿の中心に外を見るためのベランダがある。国王がお祭りを見学したり、戦像の調教を見るところであったが、現在は国王が一般民衆に直接宣言したりする際に利用されることがある。皇太子ワチルンヒット王子のためにラーマ5世が作った純洋風の宮殿。 ラーマ6世から8世まで国王の住居として利用された元造幣局でローオンカサープシティカーンと呼ばれたルネサンス様式の建築物1857年に開かれ1902年に新たな造幣局が作られるまで使われた1982年より博物館1階建ての建築でドリス様式の円柱と壁柱を持つ 1871年ラーマ5世の紙幣団の事務所として建設され、コンコーディアホールと呼ばれた。ラーマ7世によって1875年迎賓館として利用されることになり、現在の名前に変えられた。もともとは、ラーマ1世によって建てられたもので、国王が政府高官と謁見する場所であった。ラーマ3世はこれをコンクリート製の建造物に変更、ラーマ5世によって、 現在の洋風建築となったコリント様式の壁柱を持つゴシック様式の建造物である。ありがとうございます。